カップ戦のホーム初戦ということで、その前回の試合で、引き分けてで終わってたので、絶対勝ちに行こうっていう風にみんなで、試合に入ったんですけど、早い時間で失点してしまって、そこから、自分たちのリズムに戻すことができなくて、そのまま負けてしまったので、本当に課題が多く残る試合になってしまいました。守備のところで、新潟戦では、ボールにプレッシャーがかけられなかったので、そこは本当に、まずファースト行く、でそのまま後ろもついていくっていうところで、全員で、気持ちを見せた守備をまず、できればその攻撃にもつながってくると思うので、アグレッシブな戦いを見せたいと思います。そんなにメンバーも分からない状態なんですけど、やっぱりフォワードに湯村選手というのは速くて、いいシュートを持っている選手がいるので、そこは、しっかり後ろと連携して潰して、何もやらせないぐらいにしたいです。今シーズン初めてのユアスタでの試合なので、本当サポーターの方々も含めて本当全員で気持ちを見せて戦って、絶対何が何でも勝ちたいです。